はい、ただいまタワービュー通りにやってきております。タワービュー通りの今元気なお店をご紹介したいと思いますね。それではまずここから、じゃ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 ーん、おせんべいの加賀屋さんです。はい、それではお店の方に早速行ってみましょうね。おせんべいの加賀屋さん、こんなに素敵な美味しそうなおせんべいがたくさんですよ。すごい、いろんな種類がありますね。あ、これジャムサンド美味しいよね。はい、おかき、昔ながらの大丸、大丸、ごま、青のり、満月ごま、はい、そしてザラメとかいろいろ、はい、たくさんございます。はい、こんにちは。はい、加賀屋さん、こんにちは。はい、ここタワービュー通りにお店を構えて何年になりますか？私が生まれ育ってますから。あ、すごい、73、4年。もう生まれ育ちがここなんですか？うん、すごーい。すごくないじゃん。すごい、でもずっと生まれてからずっとここにお住まいで、おせんべいのお仕事を後継ぎされて、素晴らしい。もうここの生き字引ですね。生き字引のような。とんでもありません。はい、加賀屋さんでございます。ただ古いだけです、うん、そんなことないです、ね、くまもん、くまもんが喋っておりますが、はい、おすすめは何ですか？一番今売れてるのはこの太巻きっていうのと、お、太巻き、ちょっとペンに書かせてくださいね、うん、太巻き、こちらが一押し、一番売れてる。これ美味しいですよね。私もいただいて食べたことあります。はい、そしてあとは前にある揚げ餅っていうの。揚げ餅、うん、揚げ餅、揚げ餅、あ、こちらですね。あ、これはまだないな。ちょっとお醤油の味のやつが売り切れちゃってないんで。ほう、あ、これはお塩なんですか？そう、こっちは塩ね。唐辛子のしかない。あ、で、こちらが唐辛子。唐辛子、はい、これが一押しの商品です。はい、これは全部作ってらっしゃる。これはね、お店で、お店で自家製、お店で自家製ですよ。手作りのおせんべい美味しいですよね。そうですかって、そうですかって何ですか。いやいや、おせんべい好きですよね。一通り全部食べてくる、ね。あ、そうですよね。おせんべい好きですよね。お姉さんの元しか。ありがとうございます。お上手、そうなんです、お上手なんですよ、ね、加賀屋さん商店街の会長さんでもありますね。そうそう、とりあえずやらさせてもらってますけど、はい、ただ古いだけでね。いやいやいや、そんなことないです、うん、まあ、これからどんな風に発展していくんだか、ね、まあ、それは私一人じゃできないんで、まあ、もちろんそうですね、会員の皆様だとか、あとは行政だとか役所の力借りて、はい、賑やかにしていきたいなと思うけど、店主さんが元気だと商店街も元気になっていくので、これからも元気で頑張りましょうね。いや、もう年も年だから。そんなこと言わない、そんなこと言わないで、ね、これからも頑張っていきましょう。はい、はい、応援させていただきますので、よろしくお願いします。頑張ります、私たちも頑張ります。はい、そんなわけで加賀屋さん、ありがとうございます。いえいえ、また、まあ、あの寄りますので、よろしくお願いします。お互いに頑張って、はい、ありがとうございます。はい、墨田区発展するために、そうですね、頑張っていきましょう。そうですね、はい、はい、はい、加賀屋さんからでした。まあ、ご苦労様でした。またねー。